多元接続不合分割多元接続とは、通信技術の一方式であり、同一の周波数帯域内で2つ以上の複数の通信を行うために用いる技術の総称である。主に直接拡散不合分割多重接続、周波数ホッピングの方式に分けられる。衛星電話などの衛星通信や、携帯電話のほか、軍事用の暗号通信に用いられている。 CDMA にはいくつか種類がある。アメリカ合衆国の標準規格は、クアルコム社によって開発された、イズ -95 として知られていた。イズとは、電気通信工業界によって制定された規格であり、このため、ティアス九ア -95 とも呼ばれる。クアルコム社による、イズ -95 のブランド名が、CD マワンである。CDMA は、 TDMA とは違い、いつでも複数の無線接続が可能である。もちろん、多くの接続はそれだけ、伝送速度の制約をもたらすが、それでも少ない基地局に対して、携帯無線機が多くなった社会においては、TDMA に対して有利な特徴である。北米では TDMA を使用する。 デジタルアンプズ規格と競合の上で CDMA2000 と呼ばれる CDMA の規格の一つ、イズ -2000 が勝利を収め標準となった。CDMA 基地局のセルの大きさが呼吸しているように収縮変化する CDMA 特有の現象である。FDMA、TDMA では見られない。CDMA の場合、セル内の携帯電話は 同一周波数で通信するため常に干渉状態にあるがセル内の加入者数が増えて加入者容量の限界に近づいてくるとエリア端に近いツボネは電波電波損失が大きいため基地局に近いツボネよりも干渉量が大きくなり基地局との通信ができなくなるこれは近い物勝ちの端っこりゲームに例えることができるがこのような事態を避けるため 基地局において端末局の空中線電力を制限する信号を送り、端末局の遠近出力調節をしている。この現象をマクロで見ると、あたかもセルの大きさが収縮しているように見える。ありがとうございます。